ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。江戸時代から200年くらいしか経ってないのに、いろいろなものや制度がすっかりなくなっているわよね。大名行列も飛脚も、大河や時代劇でしか見たことないわ。島流しになる罪人も、令和には存在してないしな。悪いことして島に行けるなんて、現代じゃ考えられないかも。今回はそんな真相が気になる日本史の謎について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1. 島流しの実態。島流しとは罪人が島や僻地に流される刑罰の一種だ。昔の日本では罪人が佐渡島とか八丈島に流されていたのよね。でも悪いことしたのに海が綺麗な島で暮らせるなんて、正直罰になってる気がしないんだけど。そう思うのは現代の私たちが電車や飛行機でどこにでも簡単にアクセスできて、どんな場所でも通信できる手段を持っているからだぜ。当時の島流しは、極刑に匹敵するほど重い刑だったんだ。極刑と同じくらい？どうして島で暮らすことが、極刑に匹敵するのよ。島流しになると僻地での生活を強いられることになる。もちろんお店や畑もなく、病院もないのでちょっとした病気が命の危機をもたらしてしまう。場合によっては無人島に流されて、たった一人のサバイバル生活が始まることもあるんだぜ。お店も病院もない場所でサバイバル生活は困るかも。そして江戸時代以前に島流しにあった人物は、身分が高い人物が多い。影響力のある高名な政治家であったり、文化人や貴人であったりな。今まで政治や文化の中心でバリバリ活躍していた人が、突然その枠組みから追い出されることになるんだぜ。生活が不便なことよりも、突如社会から追放されたことに強くストレスを感じていた受刑者も多かったという。ふーん、そういうものなのね。日本で最初の島流しとして知られているのは、5世紀のことだ。皇太子の木梨の狩野巫子とその妹、狩野追夏目の姫巫子が、兄弟で関係を持ったことから伊予の国に島流しになった。なんとなく島流しって江戸時代のイメージがあったけど、意外と歴史が古いのね。そうなんだぜ。7世紀になると中国の律令をもとに、律令制が制定された。ここで刑罰の一つに流罪、つまり島流しが制度として定められたんだ。島流しというと、一度流されたら二度と元に戻れないというイメージがあるわ。そういうところも極刑に匹敵すると言われる理由かしら？実は島流しの後、流刑地から戻ってくることもできる。え、そうなの？流刑地で強制労働に勤しみ、刑期を終えたら戻れることもあったようだな。ただし身分の高い人物や影響力が高い人物は、反乱の主導者になりかねないため、島流しの後に戻れることはあまりない。例えば崇徳天皇や後鳥羽天皇は、それぞれ讃岐の国と沖に追放され、戻ることはなかった。一方で島流しをきっかけに再起した天皇もいるぜ。それは14世紀の後醍醐天皇だ。彼は鎌倉幕府の脅威とみなされ沖に島流しになったんだが、流刑地で反幕府勢力の協力者に出会い、脱出することができたんだぜ。そして鎌倉幕府の倒幕へと動き出すことになる。へぇ、島流しされた場所で仲間に出会える可能性もあるのね。島流しが刑罰の一つとして本格的に行われるようになったのは、江戸時代のことだ。江戸時代は人口も増え、それと比例するかのように犯罪も多くなった。犯罪する人が増えたなら、いちいち島流しにするのは大変じゃない？そうなんだぜ。島流しと一言で言っても、面倒な手順を踏まないといけないからな。だから江戸時代は罪を犯した人物は、牢に入れられることが多くなったんだ。ということは島流しの回数は減ったのね。一旦はな。ところがすぐに受刑者が増えすぎて、肝心の牢が足りなくなってしまった。そうなっちゃったら、島流しにするしかないわね。特に江戸時代中期、徳川幕府九代将軍吉宗の時に、くじ方を定め書きが制定されたことによって、島流しの件数は増えていった。くじ方を定め書き？いわば江戸時代の法律だぜ。現代の日本ではどんな犯罪を犯したらどのような刑罰を受けることになるのか、刑法によって定められているが、昔の日本はこのくじ方を定め書きが制定されるまで、刑罰は決まっていなかったんだぜ。え、刑罰が決まってなかったの？それまでは従来の慣習にのっとって、その都度刑罰の程度が考えられていたようなんだ。それじゃあ時間がかかって仕方ないわね。このくじ方を定め書きでは、殺人や傷害、賭博、鉄砲の所持、僧侶が戒律を破り女性と関係を持つことなどが、島流しの対象になると明確に定められたぜ。わかりやすくなってよかったわ。そして江戸の罪人は伊豆諸島に、大阪や京都の罪人は沖や壱岐に送られることになった。江戸時代の島流しって、どんな感じだったのかしら？一般人が島流しになった場合は、島民の生活や仕事を手伝って細々と暮らすことが多い。しかし大名や武将など、
身分の高い人物が島流しにあった場合は、流刑先で家や現地妻を持てたぜ。さらに一族から仕送りが送られたというから驚きだ。刑を受けている真っ最中なのに、家や現地妻に仕送りですって。その異例が西郷隆盛だな。西郷隆盛って島流しになってるの？ああ、それに2回もな。西郷隆盛の流刑地は奄美大島だ。一度目の島流しでは現地妻と家庭を築いているぜ。一男一女の子だからにも恵まれている。ちなみに二度目の島流しでは座敷牢に閉じ込められるなど、かなり辛い生活を強いられたというぜ。ふーん。今霊夢は、家や現地妻を持てる島流しなんて楽勝なんじゃないかと思っただろ？そりゃ思うわよ。しかし西郷隆盛の場合もまた、政治の中心で華々しく活躍していた人物だ。そこから距離を置かなければいけないのも辛いことなんだぜ。そういうものなのね。一方で島流しになった後、自らの意志で島に留まった人物もいる。それは戦国時代の大名、宇喜多秀家だ。豊臣秀吉の腹心の家臣の一人で、関ヶ原の戦いで敗れ、徳川幕府によって八丈島の流刑者の一人目として島流しになったんだ。彼の場合は一族を含む30人以上が一緒に島流しになり、住むところも用意されていたぜ。それじゃあ命の危険を伴うような、苦しい生活ではなかったのね。そうだな。しかし彼の場合もまた、それまでと無楽の生活を送ることになった苦悩は計り知れない。実は秀家の場合は、島での生活が10年を超えた頃に、徳川家康が亡くなっている。ということは島を出られるチャンスってこと？そうだぜ。しかし彼は本州に戻ることはせず、島での生活を選んだ。島流しから50年間八丈島で暮らし、生涯をそこで終えたぜ。そして国内の各地に刑務所が整備されたことをきっかけに、島流しは明治41年に廃止されたんだ。2、落ち武者の末路。落ち武者といえば、戦いに敗れて逃げる武士のことよね。すでに戦線からは離脱できているんだから、あとは安全圏まで逃げるだけなんじゃないの？最初に言っておこう、落ち武者が無事逃げ切ることは非常に難しいぜ。どうして？落ち武者の生還を阻むのは大きく分けて2つ、落ち武者狩りと水の確保だ。落ち武者狩りってよく聞くけど、相手側の武士が付近を警戒してるだけでしょ？闇夜に紛れちゃえば見つからないって。落ち武者狩りを行うのは武士や侍だけじゃない。むしろほとんどが一般の村人によるものなんだ。一般の村人が？中世の日本では敗者は身ぐるみを剥がされようと、命を奪われようと仕方ない、という世界だ。現代日本では考えられないわね。それに村人側にも、落ち武者狩りを行わなければいけない理由があるんだぜ。人を襲うのに許される理由なんてないわよ。実は村人たちは合戦によって、生活に支障が出ていることが多いんだ。一度合戦になれば畑は踏み荒らされ、収穫物がゼロになり、一年の収入がなくなってしまうこともある。それじゃあ生活できないじゃない。こうした背景があって、武士に対して強い恨みを持っている人も少なくない。彼らは落ち武者を襲って刀などの武具を奪い、それを監禁して生活費に回していたんだ。そんな事情があったのね。でもいくら敗走している武士とはいえ、村人に負けることはないと思うんだけど、武士っていわば戦いのプロなわけでしょ？村人といっても、ただの百姓や農民ではない。彼らは有事に備えて、ある程度の防具や武器を用意しているんだ。丸腰じゃないのね。そして落ち武者にとって一番脅威なのは、その人数の多さだな。落ち武者が出没したという知らせが入ると地域全体が厳戒態勢に入り、数百人単位で落ち武者を捜索するんだぜ。地元民である村人の方が血のりもあり、闇夜に紛れて逃げることは難しく、万が一遭遇してしまったらひとたまりもない。地元民数百人が相手となれば、いくら戦いのプロでも抵抗できそうにないわ。たとえ落ち武者狩りの追ってから命からがら逃れることができても、新たな問題がある。それが水の確保だ。合戦場であれば水分や食料は配給されるが、逃亡中は自ら入手する必要があるからな。まあそれは当然よね。落ち武者になったら水や食料の確保はどうするの？霊夢ならどうする？そうねえ、食材は畑や民家の台所からちょっと拝借させてもらって、水はそのあたりの井戸を使わせてもらうわ。わざわざ人目につく場所に行くとは勇気があるな。それでは村人に見つかり、落ち武者狩りに遭う可能性がぐんと高まるぜ。それにたとえ人気のない民家の台所や井戸を見つけても、その食料や水は絶対に口にしてはいけない。どうして？避難のために家を離れる際に敵軍に使用されないよう、汚物や毒物をわざと混ぜている可能性があるからだ。なるほど、口にしたらひとたまりもないわ。それなら川の水ならどう？川の水もアウトだぜ。さすがに自然の川に毒物を混ぜることはないでしょ。落ち武者が逃げているということは、
合戦の真っ只中もしくは、合戦の直後だ。川は二つの岸を分けているため、しばしば二つの陣営がぶつかり合って激戦が繰り広げられる場所だ。そこで命を落とした武士たちが、大量に放置されている可能性がある。つまり落ち武者は安全な飲み水を手に入れる方法がないってこと？そうなんだぜ。合戦から逃れたところで、落ち武者狩りに遭うか水分の不足による衰弱で、安全なところにたどり着く前に命を落としてしまうんだ。落ち武者が助かるルートは存在しないの？助かりたかったら、まずは井戸や川の水を飲まないことだな。本来であれば鍋で川の水を煮沸したり、綿の布を利用して泥水を越してきれいな水を確保することができるが、逃亡中の身でそんな準備はない。喉が渇くけど、水分は諦めるしかなさそうね。いや、人間は食べ物を食べなくても一週間以上耐えられるが、水分を取らなければたった数日で終わりだ。それじゃあ何を飲めっていうのよ。動物の血だ。野生動物を狩り、その血で生き延びるんだぜ。動物の血？とはいえ動物の血には別の感染症の危険性もある。毒物の可能性がある水分には決して手をつけず、なるべく早く危険地帯を離脱するしかないぜ。結局早く逃げろって結論なのね。それから落ち武者狩りに合わないためには、集団行動をすることも重要だ。そういえば落ち武者って一人で行動しているイメージがあるかも。合戦から命からがら逃げ出しているわけだから、他人のことなんて気にしてる余裕なんてないものね。しかし戦いに敗れた仲間は他にもいるはずだ。その仲間と合流して複数人で行動すれば、落ち武者狩りも寄ってこないぜ。相手が一人ならまだしも、さすがに複数人の武士が相手となると村人も分が悪いからな。なるほど。さらに交代で見張りをすることで休息を取ることも可能になる。落ち武者仲間と合流するのは難易度高そうだけど、これは一気に希望が見えてくるわね。あとこれは一種のチートみたいなものだが、寺に逃げ込むという選択肢もあるぜ。しかし属性の全てを捨てることになるので、できることなら選びたくない選択肢だな。特に地元に大きな城や莫大な財産がある場合は、何としても逃げ切ることが先決だった。確かに自分が城を持っていたとしたら、簡単には諦めたくないかも。自分の城にさえ帰ってしまえば、軍を立て直すこともできるからな。もしお咎めを受けることになっても、領土が減るだけで済んだり命は助かることもあるんだ。戦国時代で最も有名な落ち武者は明智光秀なんだが、霊夢は知ってたか？明智光秀が落ち武者。明智光秀といえば本能寺の変を起こした人物としてよく知られている。彼は本能寺の変の後、山崎の戦いで豊臣秀吉に敗北することになるんだ。その戦いで命を落としたんじゃないの？実は光秀はそこで命を落としたわけではないんだぜ。なんとか逃げ出し、琵琶湖のほとりにある自分の城の坂本城に戻ろうとしていたんだ。その距離はおよそ30キロほど。頑張れば逃げ切れそうな距離ね。しかし光秀はその道中で落ち武者狩りにあって命を落としてしまった。明智光秀の最後が落ち武者狩りにやられたなんてびっくりだわ。それから関ヶ原の戦いで敗れた石田三成も、敗戦後に逃走している。三成も落ち武者狩りにあったの？いや、それが逆なんだぜ。三成は敗走中動けなくなっていたところ、村人に助けられ解放された可能性があるんだ。村人に助けられることもあるのね。残念ながらその後捕まり、処刑になっているがな。落ち武者狩りによって命を落とした者もいれば、生き延びることができた者もいる。でも合戦から逃げるって、とても難しいことだったのね。それでも再起を図り、最後まであがいた武士のことを心に留めておきたいものだぜ。3. 参勤交代の実態。参勤交代とは徳川幕府が地方の大名を江戸に1年間住まわせる制度だ。現代のサラリーマンで例えるなら、東京に出張や単身赴任する感じね。出張や単身赴任といえば聞こえはいいが、その実態は幕府と大名の主従関係を明確にし、ついでに大名たちの財布をすっからかんにするのが目的だぜ。参勤交代といえば江戸時代の徳川幕府によるものというイメージがあるが、実は鎌倉時代から行われていた。鎌倉幕府の大番役という、御所や市中の見回りを行う役目で、地方の武士が交代で、幕府がある鎌倉や御所がある京都に滞在し見回りを行ったぜ。そして室町時代には、地方の守護大名の子供が京都で生活を送るようになった。これはつまり子供の命が惜しければ、反乱など変な気を起こさないようにということだ。ただの人質じゃない。そうだぜ。これはその後の戦国時代や江戸時代まで行われたんだ。例えば豊臣秀吉は大阪城や聚楽亭などの近くに大名の屋敷を建てさせ、そこで妻や子供を住まわせた。徳川幕府でも同じように、大名の妻と子供は江戸の屋敷で生活を送ることになる。政治の中心地に家族を住まわせることは、
地方の有力な大名にとって大きな抑止力となったんだ。地方で兵を挙げた瞬間、家族の命がどうなるかわからないからな。そして参勤交代を制度として確立させたのが、江戸幕府三大将軍徳川家光だ。1635年に武家諸法度が改定され、もともと慣習として行われていた参勤交代が、全国の大名に義務付けられるようになった。大名の財布をすっからかんにするのが目的って話だけど、参勤交代ってそんなにお金がかかるの？ああ、莫大なお金がかかるぜ。参勤交代では江戸に1年間滞在する必要があるのよね。ということは大名一人で、500万円くらいで足りるかしら？大名一人だけ単身赴任というわけにはいかないぜ。参勤交代では大勢の家臣たちもついていくことになる。あ、家臣も一緒なのね。それなら5000万円でどうかしら？惜しいな、ゼロが一つ足りないぜ。え、まさか参勤交代に5億円もかかるなんて言わないわよね？そのまさかだぜ。しかも5億円というのは片道の費用に過ぎない。加賀藩の参勤交代で、片道で5億5000万円かかった記録が残っているんだ。つまり往復で10億以上だ。一応聞いておくけど参勤交代って断れるの？いや、断れないぜ。将軍への忠誠がないとみなされ、流罪や取り潰しにあってもいいなら話は別だがな。こうなったら仮病を使って断るしかないわね。ちなみに、病気や急死などを理由に参勤交代を拒否したり遅刻しそうになったことで、流罪やおうち取り潰しの危機に瀕した大名が実際にいるぜ。そんなの張ってでも行くしかないじゃない。でも10億円は大金すぎるわよ。北陸の加賀藩で10億円なら、もっと遠い四国や九州地方の大名はどうなっちゃうの？それはもう大変な費用がかかっただろうな。ただ、遠方の大名には一応救済があるぜ。遠方の対馬藩は3年に1回、北海道の松前藩は6年に1回の参勤交代で許されていたんだ。救済されたところで、他の藩とトントンくらいでしょうね。それにしてもどうして江戸に行くだけでこんなにお金がかかるの？費用がかさむものの一つに、将軍への献上品がある。馬や銀など高価なものや藩の名産品など、豪華なお土産を将軍へ献上することで、忠誠を示すんだ。まあ社長に渡すお土産と考えたら、ある程度の予算が必要なのも理解できるわ。家臣を引き連れて1年間も江戸で暮らさなきゃいけないわけだし、滞在費も結構かかるのかも。大勢の家臣が大名と共に江戸にやってきているが、すぐに藩に帰る家臣もいるので、滞在費はそこまでかさまないぜ。え、じゃあ何に費用がかかっているの？とにかく費用がかかるのは、大名行列だ。大名行列って江戸に向かう時に行列を作りながらみんなで歩いて向かうのよね。歩いていくだけなんだし、最低限の装備でささっと行けばいいじゃない。大名にもメンツというものがあるんだぜ。例えば江戸までのルートの途中に別の藩の領地を通ることがあれば、藩主にお土産を渡していた。人様の領地を行列を作って練り歩くんだものね。それはいい心がけだわ。そういえば大名行列ってどのくらいの人数になるの？藩の規模によって大名行列の人数はある程度決まっていたぜ。10万石の大名であれば合計250名ほど。100万石の大名であれば、2500人を超える人数だぜ。2500人。さらにこの行列の人数は多ければ多いほどいいとされていた。そのため道中の村で農民たちを雇い、行列の人数を多く見せていたんだ。エキストラってこと？そう、エキストラをわざわざ雇っていた。途中人目につかないような道は最低限の人数で進み、江戸が近くなるとまたエキストラを雇い、行列の人数を増やしていったぜ。このエキストラの農民たちに払うお金や、途中の宿代で莫大な費用が必要になるんだ。なるほど、それはかなりかかりそうだわ。しかし参勤交代によって大名たちの力を弱めることができたまでは良かったが、決して藩の財政が崩壊してほしいわけではない幕府は困った。地方の大名に力をつけられても困るけど、藩が潰れてしまったら幕府が使える兵隊が減るだけだものね。そのため、幕府は大名たちに大名行列の規模を縮小するように通達する。これで大名たちも安心だわ。ところが、この通達を聞かない大名が続出したんだぜ。どうして？幕府が無理しなくていいよって言ってるのに、なんで減らさないのよ？これが大名のメンツというものだぜ。偉い人の考えることはわからないわ。ところで大名行列って何日くらい歩き続けるの？例えば加賀藩だったら、14日間ほどで江戸に到着する。和歌山の紀州藩であれば20日間ほど。鹿児島の薩摩藩は40日から60日ほどかかることもあったという。移動だけで2ヶ月潰れちゃうの。さらに大名行列はそのルート選びも大変だったんだ。近道をしようと歩きづらい道を選べば、怪我や体調不良で脱落するものが増えてしまうからだ。日本は山道が多いものね。そういえば九州とか四国の大名って、海を越えなきゃいけないけどどうするの？
もちろん海路を使用していたぜ。最初は関東の近くまで船を使っていたこともあったようだが、天候不順でスケジュールが乱れがちだった。参勤交代は遅刻もご法度だったわよね。そのため海路を使用するのは最低限に抑えられていたようだぜ。まあとにかくほとんどの大名が一泊や二泊で済まないということは明らかだから、道中どこかに泊まらなきゃいけないわよね。2000人以上もいて、泊まるところはどうするの？町の宿場を利用するんだ。もちろん急な大人数の宿泊は対応できないので、先触れを出して、何月何日に泊まりに行くという通知を送っておくんだぜ。基本的には町の宿場が、寝床と食事を用意してくれる。しかし大名だけは専用料理人を連れて行ったぜ。まあ一国の主だもの、信頼できる人に作ってもらった方がいいと思うわ。また、風呂は五右衛門風呂が使われたが、大名に関しては専用の風呂桶が使用された。風呂桶を運ぶ人件費も必要経費ね。そしてトイレも大名専用のものが持ち運ばれたぜ。さすがにトイレはみんなと一緒でいいんじゃない。ではここで、大名行列の恐ろしい一面を紹介しよう。大名行列にはある特権が与えられている。庶民が行列を横切ろうものなら、刀で切り捨てられる可能性があるんだ。数千人規模の大名行列は、列の長さが4キロになることもある。そのため、一度行列が通行を始めると、1時間近く足止めを食らうことがある。そんなに道を塞いでおいて横切ったら切るなんて、横暴な話だわ。文句はあっただろうが、ほとんどの人は黙って行列が通過するのを待っていた。しかしそれを知らないイギリス人が大名行列に遭遇し、その行列を横切ってしまったんだぜ。海外の人だもの、行列を邪魔したら切り捨てられるなんて知らないのも無理ないわ。しかし薩摩藩士はこの時、行列を乱したイギリス人3人に切りかかった。これは生麦事件といって、薩摩藩とイギリスの間で引き起こる戦争のきっかけになってしまったんだ。大名行列が、戦争の火種になっちゃってるわ。ここまで話を聞いて、参勤交代のいいところが全然見当たらないんだけど。参勤交代には数千人規模の移動によって国内の経済が潤い、国内の道路が整備された側面もある。徳川幕府の争いのない治世が長く続いたのも、参勤交代があったからかもしれないぜ。4. 飛脚の実態。飛脚とは現代でいうところの郵便屋や運送業にあたる職業だ。始まりは奈良時代の駅伝に遡る。駅伝って、たすきをつないで走っていくあの駅伝。ああ、その駅伝の由来になってるぜ。本来は駅を各所に設けて馬を乗り継いでいく、交通の制度のことを言う。まさに駅みたいな仕組みなのね。駅伝は朝廷が整備したもので、朝廷と地方を結ぶ重要な情報網であり、交通網だった。しかし朝廷の力が衰退したことで、朝廷の組織である駅伝もまた姿を消していく。駅伝がなくなっちゃうと困る人も多いんじゃない？代わりに駅伝の役割を担ったのが飛脚だ。駅伝のように、幕府や朝廷と地方を結ぶ重要な情報網として活躍したぜ。そして飛脚が大きく発展したのは江戸時代だ。江戸時代に一体何があったの？民間飛脚が参入したんだ。それまで飛脚を使用するのは主に幕府や朝廷関係の人のみだった。一般の人たちは気軽に手紙を送ったりはできなかったのね。そうなんだ。江戸時代に民間飛脚が参入したことで、一般の人も使用できるようになったんだ。飛脚は浮世絵にたびたびその姿が描かれていたり、浄瑠璃の題材にもなっている。江戸の町の人たちにとって身近で、ありがたい存在だったことがよくわかるわ。同時に飛脚は、大名行列を横切るほどの強い権利を持っていたぜ。それって危ないんじゃないの？大名行列を下手に横切ろうものなら、刀で切られちゃうのよ。そう、超危険行為だぜ。しかし時に飛脚は、将軍や大名に関する重要な書類や品物を運んでいることがある。そのため大名行列であろうと、飛脚の通行が許されるんだ。なるほどね。飛脚にはその役目によっていくつかの種類に分けられる。まずは幕府御用達の継ぎ飛脚。重要な公文書を各所に届ける、従来の飛脚だ。そして江戸に滞在中の大名が、藩と連絡を取るための大名飛脚。参勤交代の期間は長いから、地元と連絡が取れる手段があるのは安心するわね。そして民間の飛脚を、町飛脚という、江戸や京都、大阪などの商人たちが幕府の許可を取って始めたもので、東海道を使って、1ヶ月の間に3回これらの都市を回って手紙を運んだ。江戸から大阪までは最短3日間で届けることができたというから驚きだぜ。それから米飛脚という変わり種の飛脚もいる。お米を運ぶ飛脚？いや、米の相場を各地に伝える飛脚だ。米の値段なんて米屋さんが勝手に決めたらいいじゃない。そうはいかないぜ。年貢米という言葉を知っているか？確か今と違って税金は米で納められていたのよね。
いわば米は貨幣と同じような価値があった。だから勝手に米の値段を釣り上げたりすると大変なことになるんだぜ。あ、そっか。江戸時代の中期になると大阪の堂島米会所という米の取引所が開設された。ここで米の価格が決まり、江戸や地方都市でもそれを基準に取引が行われるんだ。米飛脚は、市民にとって生活を左右するような重要な飛脚だったと言えるだろう。それにしても江戸から大阪まで自分の足で走るなんて、想像もできないわ。侍みたいに馬は使わなかったの？もちろん馬を使った飛脚もいたぜ。それに飛脚が一人で江戸から大阪まで荷物を運んだわけじゃない。え、そうなの？飛脚の前身である駅伝を思い出してみてくれ。あ、もしかして飛脚もリレー形式で荷物を運んだとか。そうだぜ。飛脚一人当たり10キロほどを担当していたという。10キロ、それでも大変なことに変わりはないわ。それから気になるのは飛脚のスピードだろう。そう、それ気になってたのよね。江戸から大阪までの所要日数が3日なんて、信じられないんだけど。これは時速7キロの速さになるんだ。ちなみに現代のマラソンのトップランナーは、時速18キロくらいで走ることができるから。飛脚の走る速度は、現代で例えると市民ランナーくらいのスピードだな。あれ、飛脚って、超人的に足が速いわけではないの？飛脚のすごいところはこのスピードを、舗装されていない道で発揮できるという点だ。そっか、当時の道路は現代の道路とは違うわ。現代人にはない強靭な脚力を持っていたことは間違いないぜ。でもこんなに街のみんなに重宝されていたのに、飛脚もなくなっちゃうのよね。飛脚の衰退のきっかけは、明治に入ってから郵便制度が制定されたことだ。郵便は官営になったから、飛脚の出番がなくなってしまったんだぜ。しかし仕事が急になくなると、飛脚業界も経営危機に陥ってしまう。そこで小さな荷物や現金の輸送は、それまでと変わらず飛脚に任されることになった。そこで新たに設立された飛脚の組織が、現代の運送会社にもつながっているぜ。他には郵便局の局員として再就職したり、その脚力を活かして人力車の車夫になった飛脚もいる。名前は変わっても、飛脚の仕事は現代に受け継がれているのね。というわけで今回は、真相が気になる日本史の謎4000について解説したぞ。大名行列も落ち武者狩りも、令和の時代にあったら確実に炎上不可避って感じだけど、たった200年前の日本には、どれも当たり前に存在していたと思うと興味深いわ。私たちにとっての当たり前も、200年後の日本人には理解されないかもしれないな。それはちょっと寂しいかも。でも時代とともに制度や暮らしがガラッと変わってくのって、ある意味歴史の醍醐味ね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。